ゲームキャトル。おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。ネグダコンタクティー、白流す島への帰還パート4、やっていきましょう。あたりはすっかりと暗くなり、夕食会場から見えるベーリング海はただ真っ暗な闇と同化していた。運ばれてきたメインディッシュは魚のソテーだ。それもなるべく焦げを抑え、明るいソースをかけることによって、おそらく焼死体のイメージを連想しないように配慮がなされている。まああの光景を見た後に牛肉を食いたがる奴はいないだろうからな。そういえば、最近フロリダの方で大量のイルカが打ち上げられたそうですわね。ほほう、そいつは初耳だな。そうなの？ああ、そういえば昔、イルカの触れ合い体験に参加したことを思い出したわ。みんなは、メインディッシュが運ばれてきた後も、どうでもいい適当な会話を繰り返し、ナイフとフォークで皿を削り取るような真似ばかりを繰り返している。時折、俺の方にチラチラと視線が向けられる。ま、連中の考えていることは大体わかる。あの殺人を屋敷側が行ったのなら、次は自分たちがターゲットになる可能性がある。となると、まず考えられる方法は毒殺。その場合、島に潜り込んできた探偵は邪魔者として真っ先に殺されるだろう。つまり、この場にいるみんなは、俺が毒殺されるかどうかを観察しているのだ。俺が料理を食べ、無事なのを確認した後、自分たちが食事にありつこうという算段。だからあのアル中のジェイコブもワインすら口にしていない。ネネコもみんなと同じように俺へと視線を向けている。お前は俺の助手だろ。少しは気を使えよ。まあとはいえ、屋敷側が本気でみんなを殺すつもりなら、そもそもあんな回りくどい手は使わなかったはずだ。はじめの食事の時点で毒を盛るか、あるいは客室等を爆破するとか、屋敷側の人間にマシンガンでも持たせて虐殺するだとか、確実に始末する方法はいくらでもあるからだ。まあ、だからこそトマスが殺害されたあの状況は奇妙ではあるのだが、ともかくこの場は俺がこの料理を食べないと収まらないようだ。毒食らわば皿までか。俺は覚悟を決め、切り分けた魚を口にする。なんてこった。くそ、こいつは、うまい！という小芝居をやったら、みんなから殺意のこもった視線で睨みつけられた。そう怒るなよ。軽い冗談だろ。ともかく、俺が無事に料理を食べ続けるのを確認したみんなは、恐る恐る食事を取り始める。そうしてその実に陰気な夕食会は、終わりを迎えたのだった。まったく、あんな陰気な飯はもうこりごりだぜ。食べちゃったけど、本当に毒とか入ってなかったのかな。自己性の毒とか、例えばディアンフォトキシンとかアルファアマニチンとか。そんな毒があるのなら
昼食の時に使ってるだろうから心配するな。余計心配になるだろう。それ通路の中はすすだらけのまんまだ。これすすだったんかな、そもそもね。この部屋がこれだけ汚いのは。左側の電気が消えてるね。前回どうだったっけ。これいつまでこのまんまなの。記録取ったなら綺麗にするだろ普通。できれば警察が来るまでのこの現場を保存しておきたいんだよ。まあしばらくの間は我慢してくれ。きつすぎる。改めてこうやってみると左側の方が焼き方がひどいんだな。花瓶が乗っている台も焼けているようだし、電球も切れて壁にも濃いすすがついている。確かトマスが倒れていたのもそのあたりだったな。とりあえず今はそんなことはどうでもいい。一刻も早くこの場から去りたい。というか去る。ねねこは逃げるようにしてその場を後にする。まあ確かに奴は現場をまじまじと見る必要はないからな。仕方ない。俺も部屋に戻るとするか。ふう。この島にいる間は気が休まる時がなさそうだな。おっと、だいぶ外も荒れてきたようだな。助けも呼べず、外界は荒れ狂う海。船が来るまでの4日間はこの島で過ごすわけか。あまり愉快な話ではないな。まあ一応できるだけの準備をしておくか。俺はトランクの二重底に隠していた自動式拳銃を取り出す。本来ならあと一丁欲しいところだが、まあ露呈する可能性を考慮すると仕方あるまい。あまりこいつを使う状況は想像したくないがな。さてこれからどうするか。ともかくトマスの死に関してみんなの証言を聞く必要があるだろう。証言を集めて当時の状況を正確に把握する必要がある。だが俺の記憶だとトマスが焼かれた時間帯はみんな会場の中にいたはずだが、いや下手な先入観を持たない方がいい。会場の様子に関してはねねこに話を聞けばいいだろう。当時の状況を正確に覚えているはずだ。わずかな時間でも席を離れた人間がいればそれでわかる。扉の近くで物音が聞こえた気がしたんだが、気のせいか。だが廊下を見渡してみても人影はない。やれやれ、よほどに俺の神経が高ぶっているってことかね。いや待て、どうやら気のせいではなかったようだな。屋敷の前で待つ。午後8時か。署名もないメモだ。正直言ってかなりうさんくさいな。罠の可能性が高い。だがそうでないとしたら何か重要な垂れ込みがあるかもしれない。公にはできないような後ろ暗い何かが。ともかく午後8時となると時間がない。向かうならそろそろ部屋を出ないといけないが、さてどうするか。電話か。
こいついちいち電話が鳴るたびに電話かって言うけど、もうこのベルは電話しかないよね。もしもし。あのメモは見たか。その声、聞き覚えがあるな。ジェイコブか。あまりこの電話で長話はしたくない。誰に聞かれてるか分かったもんじゃないからな。メモを見たんだろ。あのメモの通り、指定の場所と時間に落ち合いたい。落ち合ってどうするつもりだ。まさか俺を罠にはめるつもりじゃあるまいな。罠だと？バカを言うな。俺は昼間の件に関して少し話したいことがあるだけだ。この島に来た理由はともかくとして、皆の中で身元が確かなのはお前しかいない。信用できるのはお前だけってわけだ。なるほどね。関係者には知られたくない秘密の話があるってことか。ともかくこれ以上この電話では話をしたくない。続きはメモの場所でする。ジェイコブが来てたってことだね。話を聞く気があるのなら指定の時間に来い。1分でも遅れるようならこの話はなしだ。いいな。ジェイコブはそれだけの要件を伝えると一方的に電話を切った、うん、どうやらジェイコブはトマス殺害に関して何かを知っているようだな。かなり怪しいが、この状況では少しの情報でも欲しい。指定の場所に向かうしかないだろう。とはいえ、もちろん保険はかけておく必要がある。俺は再び電話を取り、番号をコールする。分かりきっていることだが、電話に出ないやつだな。早くしてくれ。時間がなくなる。怖いよ。受話器からゾンビのうめきのような声が漏れ出す。大抵の人間はこの声を聞いても人の声だと認識できないだろう。ねねこか、今から重要なことを言うからよく聞いておけ。さっきジェイコブから重要な話があるから落ち合いたいとの誘いを受けた。これは俺をはめる罠の可能性がある。お前は部屋の鍵を閉め、俺が帰ってくるまで誰が来ても扉を開けるな。いいか、誰が来てもだぞ。現状誰が信用できるかはわからないからな。元から誰が来ても部屋の扉は開けないつもりだし、いいけど、それは本当に罠だと思うから行かない方がいいと思う。今は少しでも情報が欲しいんだよ。それにジェイコブは本当に何か重要な情報を持ってそうな様子だった。ねねこ、仮に俺が帰ってこなかった場合、ジェイコブが犯人の可能性が高い。その場合お前はリールを頼れ。不安になること言うな。本当にやめた方がいいと思う。どうしたの？おい、どうした？大丈夫か？電話使うの久しぶりだから気持ち悪くなってきた。そういうことね。吐きそう。そいつはお大事に。じゃあな、行ってくる。だ、待って、置いていかないでくれ。ついていくのは嫌だけど、置いていかれるのも嫌というか、なんというか、そもそもパートナーというのなら総合的な話が長引きそうだったので途中で切った。さて時間だ。
指定の場所に向かうとするか。本館の中は静まり返ってる。さすがにここまで静かだと不気味だな。一通りの片付けが終わったためか、屋敷の中には使用人の姿も見当たらない。ここに来たことは誰にも見られていないはずだ。俺は入り口の大扉に身を寄せる。大扉の鍵は内側から開けることができる普通の鍵だ。扉にも警報装置のようなものはついていない。開けても問題なさそうだ。幸い雨風はないようだな。ただ遠くで雷鳴が響いている。じきにひどく荒れるかもしれない。指定の時間はもうすぐなはずだが、ジェイコブの姿は見当たらない。まあ馬鹿正直に屋敷の前で待っている必要もあるまい。奴が現れるまで物陰に身を隠し、辺りの様子を伺うことにしよう。まあまあ入り口これか。今のところ玄関から誰かが現れる様子はない。ここからでも扉が開けば漏れた光がはっきりと見えるはずだ。それともすでにジェイコブはどこかに身を隠しているのだろうか。そうなると少々ややこしい。我慢比べになる。今のところ人影はない。本館のところどころに明かりがついているのが見える。エントランスと廊下、あとはエレベーター近くの通路の明かりだろうか。レイモンド教の部屋と思われる4階の中央には明かりはついていない。レイモンド教はどこに行ったんだろうか。ここからではよくわからないが、使用人たちの部屋はどこにあるんだろう。それにしてもこれだけの電気を賄うとなると相当に大きな発電施設があるんだろう。石灰のことで実に贅沢な話だ。屋敷に異変はない。改めて見てみるとすごい場所に橋が作られていることがわかるな。橋があるのもちょうど風の通り道だ。あれじゃ寒いはずだ。橋を落とせば即席監獄の出来上がりだな。監獄ね。閉じ込められたらどうのこうの言ってたよね。そういえば客室棟もいくつか明かりがついているようだ。ここから見える部屋となると2階の奥側がリール、その隣がトマス、そして一番手前側がアキラの部屋か。トマスの部屋の明かりが消えているのは当然としても、アキラの部屋の明かりまでが消えているのは妙だな。ジゼルの部屋にでも行ってるんだろうか。1階で明かりがついているのはアレックスの部屋か。アウロラの部屋の明かりはついていないようだ。確か残りの1階の部屋は全て空き部屋だったはずだが、どうしてもう少しバランスよく割り振らなかったんだろうな。どうにも引っかかる。ここからでは部屋の様子はわからない。水はけがいいのか、道はぬかるんではいない。あたりにも靴の跡はないようだ。少なくとも俺の周囲には誰も隠れていないと見ていいだろう。隠れる場所がないのが不安だな。他は
ちょっと待て。屋敷の中から誰かが現れたようだ。ジェイコか。さすがにこの距離ではわからないな。さて、素直に近づいていいものか。辺りを見渡しているようだが。ん？え？くそ、マジか！いきなり撃ってきやがった。やるしかないのか。まあ様子見ようか。いや、わざわざこちらの位置を知らせてやる必要もあるまい。奴が俺の位置を把握しているとは限らんからな。もう少し様子を見た方がいいだろう。しかし、奴は一体誰なんだろうか。ジェイコブが俺を罠にはめたってことなのか。それにしては随分短絡的な行動なように思えるが。危ねえ。弾がかすったぞ。ちょっと待て。いくらなんでもこの感じはおかしい。嫁が聞くとしても、ここまで俺の位置を正確には把握できないはずだ。ひょっとして、暗視ゴーグルでもかけているのか。だとすればまずいな。このままだと自利品になる可能性がある。応戦するべきか。もうちょい様子見たい。いや、応戦すれば確実に俺の位置がバレる。奴は俺がしびれを切らして動き出すのを待っているのかもしれない。相手の誘いに乗るな。このままじっと息を潜めて機会を伺うんだ。扉が閉まった。やつめ、俺が動き出さないと見て逃げたな。今度はこっちが奪うんだ。必ず正体を暴いてやる。エントランスに人影はない。さすがにやつも屋敷内で騒ぎを起こす気はないのだろう。完全に逃げを打ったようだが、今ならまだ追いつける。くそ、どこに隠れたんだ。それにしても、あれは本当にジェイコブだったんだろうか。それとも別の客、あるいは屋敷側の。ん？待て、誰かの足音が聞こえる。ジェイコブ！ん？池田か？こんなところで何をしている？お前、あのメモを読まなかったのか？待て、どうにも様子がおかしい。俺に向けて銃を撃った人間の様子とも思えない。殺気がなく、落ち着きすぎている。少し話をしてみる必要がありそうだ。どうしようかな。まあ、あたり、まあ、こっちかな、とりあえず。ジェイコブ。この辺りで不審者を見かけたか。不審者だと？さあな、俺は他の客や屋敷の人間は誰一人も見かけていない。見かけていれば引き返していただろう。どうも嘘を言っている感じではないな。おい、どういうことだ。一体何があったんだ。まさか誰かに襲われでもしたのか。もう一丁。そういえばさっきちらりと人影を見たような気もするが、気のせいだったかもしれない。ともかく俺が見かけたのはその程度だ。奴を逃がしてしまったってことか。それともジェイコブは芝居を打っているのか。おい、何があったんだ。そいつは話せ。言わないか、ジェイコブ、俺を呼び出した要件は何だ。随分手荒い歓迎をしてくれたもんだな。
おかげでこっちは泥だらけだぜ。手洗い歓迎だと？一体何の話をしている？俺はあのメモの通りずっと裏口にいたぞ。裏口だと？バカを言うな。メモには確かに屋敷の前と書いてあったはずだ。俺はジェイコブにメモを差し出す。これがお前の部屋にあったメモだと？これは俺が置いたメモじゃない。一石が違う。どういうことだ？つまり誰かがメモをすり替えたってことか？そういうことになるな。どうやらトマスを殺した奴が動き回っているようだな。俺はジェイコブからメモを受け取りつつ、その袖に顔を近づけた。おい、何をしている？いや、大したことじゃない。ジェイコブの袖からは硝煙の匂いがしない。どうやら先ほどの人物はジェイコブではないようだ。だとすれば、あれは一体誰だ？どうやら誰かに先ほどの話を嗅ぎつけられたらしい。先手を打たれたようだ。なんだと？まさか誰かに襲われたのか？一体何をされた？いや何、大したことじゃない。鉛玉を少々ばらまかれただけだ。くそ、どうやら奴は本気で俺たちを殺しにかかっているようだな。見境なしということなのかもしれん。どうやら何か思い当たることがあるようだな。ああ、予定は違ったが、この際だ。お前にいくつか伝えることがある。端的に言おう。あのトマスの殺害方法には覚えがある。なんだと？殺害方法について。あの奇妙な殺し方を知っているってことか？ああそうだ。だが最もあれは俺が知っているものより格段上の方法であったようだが、原理の根幹はやはり似ているように覚える。おい、ここまで来てもったいぶるのはなしだぜ。残念だがその手段をお前に教えることはできん。こちらにもいろいろと事情があるもんでな。事情だと？ああそうだ。池田、お前に忠告しておく。余計な領域にまで足を突っ込むな。死ぬことになるぞ。お前の仕事はただ犯人を見つけ出すだけだ。いいな？おいおい、それだけの情報で犯人を探せっていうのか？そうだ。お前は犯人を見つけ出し、そいつを殺す。それだけがお前の最良かつ唯一の仕事なんだよ。殺すまで必要あるか？なあ、少しのヒントくらいはくれてもいいだろう。くどいやつだな。まあいい、一つだけヒントをやる。トマスを殺したのは透明な殺意だ。透明な殺意？ずいぶん抽象的な話だな。そいつを抽象的と取るかどうかはお前次第だ。だがおそらくはそれで間違いないだろう。さあ、話はここまでだ。もうダメかな。なぜジェイコブは殺害方法を話したがらないんだ？その理由がさっぱり理解できんだ。犯人について。犯人には心当たりはあるのか？
レイモンド教のレコードの内容は気にかかるところだが、あの方法を使ったとすれば、おそらく犯人は客の誰かだろう。それも女。そう、女だ。女に気をつけろ。犯人は女の可能性が高い。心当たりがあるんかね。女だと？なぜそんなことがわかる？いいから素直に聞いておくことだ。この忠告はきっと役に立つ。犯人や殺害方法に関してはこれ以上聞き出すのは無理なようだ。他のことを聞いた方がいいだろう。ジェイコブ、トマスが殺害された前後の行動を教えてほしい。おい、貴様まさか俺を疑っているのか？おいおい、証言を積み重ねることによって生じたほころびを手繰り寄せるのが捜査の基本だ。協力することは疑いを晴らすことにもつながる。さあ教えてくれ、あの当時お前は何をしていた？皆が集まり昼食が始まったのが12時。俺はその30分ほど前の11時半頃からディールと一緒にラウンジで酒を飲んでいた。ディールと一緒にね。そのラウンジはどのあたりにあるんだ？ラウンジは会場のすぐ近くだ。俺は用意してもらったワインを飲んでいたが、ディールはせいぜい軽く口をつけた程度だったな。その時点では特におかしな点はなかった。ラウンジではずっとリールと一緒にいたのか？互いに 4,5 分程度席を外すことはあったと思うが、10分以上席を離れるようなことはなかったはずだ。ワインは自分でラウンジに？いや、ワインとグラスはあのアビーとかいうメイドに運んでもらった。なるほど。では次に会場での行動を教えてくれ。お前も知っての通り、俺は普通に食事をしていただけだ。ああ、確か一回トイレに行ったはずだが、席を外したのはそれだけだ。席を離れたのは5分程度といったところだろう。どの時間帯で席を外したかまでは覚えてないな。で、食事の後、あのレコードを聞いた俺は会場に残って考え事をしていたんだが、辺りが騒がしくなったので橋に向かった。あとはわかるだろ？嘘は言っていない。素直に信じることはできんが、確かに証言は嘘くささはないな。後で他の連中の証言と照らし合わせる必要があるだろう。これで満足か？他にはもう聞きたいことはないか？ああ、そうだ。ジェイコブ。お前は白流す島の悪魔を知っているか？白流す島の悪魔だと？そんなものがどうかしたのか？知ってるんだな。ああ、お前も見ただろう。会場にかけられたあの絵を。会場にかけ、白、あのサメか？あれはなんとかっていう深海のサメらしいが、そのサメと人間とを混ぜ合わせた半魚人の化け物が白流す島の悪魔だ。ほら、その壁にかかっている絵を見てみろ。気になってたんだよ、その骸骨みたいな。あ、それがそう？この化け物が白流す島の悪魔だって話だ。サメ関係ない顔してる感じがするけど。もちろん、これはバカバカしいオカルトの類だ。対戦中にこの島でそういう化け物を目撃したっていう安っぽい噂話があるだけだ。なるほど、これが白流す島の悪魔か。まあ、なんとも趣味のいい絵だな、こりゃ。半魚人というより宇宙人のようにも見える不気味な見た目だ。大きすぎる黒目、崩された人間のようなフォルム、
手には唯一半魚人らしい特徴のヒレカキがあるのがわずかに見える。ともかくこんな絵を飾るなんて頭がどうかしてるとしか思えないな。わかっただろ、こいつは単なるヨタ話だ。なぜそんなことを聞く。いや、少しそういった話に興味があってね。だがオカルトの割にはトマスは怯えていたな。この言葉にはジェイコブも知らない何か別の意味があるんじゃないか。レイモンド教もその化け物を好んでいたようだ。俺には理解できんねえ。こんな化け物、何が面白いのやら。いや、待てよ。なんだ、何か思い出したのか。いや、昔この島でこの白長須島の悪魔を見たって男がいたことを思い出したんだが、まあ大方何かと見間違いでもしたんだろう。こいつを見た男がいた？その男はどこでこれを見たんだ？さあな、話を聞こうにもそいつはこの島から姿を消したんだよ。バカみたいに怯えていたし、気が触れて自殺でもしたのかもしれん。大方このホテルの不気味さに影響でもされたんだろう。まあそれだけの話だ。白長須島の悪魔を見た男が消えたか。もうこれでいいか。俺が知っているのはこんな程度だ。そうだジェイコブ、お前が船の中で言ったあの言葉、地下に行くか、あれの意味は何だったんだ。さてな、池田言ったはずだ、あまり深入りはするなと。この島にはお前が知ってはならんことがたくさんあるのだ。ジェイコブは怒気を込めた鋭い口調で言い放つ。どうやら本当に触れられたくない内容のようだ。ただ一つ妙なことがある。どんどん言うじゃん。その割には妙なこと。この屋敷にはもともとかなり多くの人間がいたはずなんだが、それらの姿が見当たらないのが妙だ。奴らどこに行ったんだろうか。いるべきはずの人間が姿を消したってことか。しかもその中にはレイモンド教も含まれる。俺がそうつぶやいた直後、この場に近づく足音が響いた。俺はとっさにその足音の方向へと視線を向ける。これはラトランド様、池田様、何か本館の方にご用ですか？いや、何？本館の方にうまい酒があると聞いてね。少々眼福にあやかりたいと思ったのさ。ああ、ミスター池田と酒を飲んでいたらその話題で盛り上がってな。それでこっちに来たってわけだ。ああ、そのようなご用件でしたか。主人からも貯蔵室は自由に使ってよいとの言いつけを受けております。どうぞこちらです。ご案内いたします。怪しまれたかな。まあこの際だ、ついでにうまい酒をいただくことにするか。こちらが酒類の貯蔵室になります。部屋の中にはさまざまな酒が並んでいる。ワイン類だけではなく、ハードリカーも豊富にあるようだ。こいつは壮観だな。ここまで酒を揃えているホテルはアメリカ本土でも少ないだろう。本当にここにある酒を自由にもらってもいいのか。もちろんです。どうぞご遠慮なくお持ち帰りください。ここに来れば大概の酒は手に入る。それこそロマネコンティなんかも揃っている。まあ、あれは俺の好みではないがな。
ものによっては1万ドル以上の値段もつくというあのロマネコンティか。話のネタに1本持って帰りたいところだが、ま、残念ながら俺ではその味の良さもわからなそうだし、ウイスキーでも持って帰った方が無難だろう。アイラ系のウイスキーも大抵揃っているようだな。どれも年代物ばかりだ。この中から選ぶとすれば、じゃあ俺はこのボーモア30年のシードラゴンをもらおう。いい酒を選んだな。ボーモアはピートのスモーキーフレーバーの他に特にヨード臭が強い酒だが、30年ものはそれらとシェリーダルが調和し芳醇な香りへと昇華している極上の一品だ。ニューヨークで一度飲んだことがあってね、今でもあの時の香りの印象が残ってる。ではありがたくいただくことにしよう。しかしここには本当にいろいろな種類の酒があるんだな。度数96度のスピリタスもかなりの量が置いてあるようだが、こんなに使うことがあるのか。こいつはほとんどエタノールなんだぞ。スピリタスはお申し出がある場合などにはカクテルにも利用いたしますが、主には果実酒等を作る際に利用いたします。無農薬レモンの皮をスピリタスにつけて作るリモンチェッロはおすすめです。お気軽にお申し出くださいませ。なるほど、果実酒か。それならこれだけの量があっても不思議ではないな。会場の一角にはバーカウンターもあって、屋敷の連中に言えばそこでも酒を飲むことができる。今からでもどうだ。悪いが遠慮させてもらう。今日はいろいろとあったからな。部屋で一人おとなしくこいつをやることにするよ。氷とお水はお部屋にご用意してありますが、また追加でご入り用の場合はお気軽にお申し付けくださいませ。はあ、そうさせてもらおう。やれやれ、結局犯人は取り逃がしてしまったようだな。結局あのままアビーに送ってもらう形になったから、ジェイコブともあれ以上の話ができなかったな。まあともかく収穫はゼロというわけじゃない。ジェイコブの証言、そしてトマスを殺した何者かは俺たちを狙っているということ、あるいは犯人は俺たち全員を殺すつもりなのかもしれない。この島に隠された秘密、俺にはその何かがトマス殺人の引き金になったように感じる。ロイ・ヒギンズ氏の自殺、トマスの殺害、レイモンド教の失踪、それらは全て一つにつながっているはずだ。やれやれ、整理する情報が多すぎるな。酒でも飲みながら少し考えをまとめることにするか。誰だ？気のせいか。いやだが、今確かに気配が。電気か。池田さん。アウロラか。びっくりさせやがって。次からは普通に出てきてくれないか。アウロラが出てきたせい？どうだろう。下手をすると、お前のその端正な顔立ちが前衛芸術並みになっていたところだぜ。構えていた銃をしまった直後、アウロラは俺の元へと駆け寄ってきた。私、びっくりした。もうあの人が死んだのを見てからずっと考えていたんだけど、ひょっとすると
大変なことに気づいてしまったのかもしれない。どういうことだ。アウロラは普段の陽気さが嘘のように体を震わせている。真っ青な顔色で今にもそっと落ちそうなほどだ。アウロラ、落ち着け。大丈夫だ。何か犯人の手がかりに気づいたのか。私も何もかもが分からなくなっちゃったわ。池田さん、逃げて。多分あなたはこのままだと死んじゃう。いや、もしかすると池田さんだけじゃなく大勢の人たちが。アウロラはかなり混乱している様子だ。思考も定まらずパニック状態になっているらしい。この様子では話を聞き出すのは難しいかもしれない。だが何かこの状況に違和感を覚える。俺の直感は何かがおかしいことを強烈に訴えかけている。アウロラ、心配するな。俺が守ってやる。すぐに犯人を見つけ出して全員を無事に返してやるさ。だから安心しろ。池田さん、ありがとう。でも、もしも私が考えていることが本当なら、気をつけて。どんな些細なことも見落とさないで。きっとそこにしか真実はないだろうから。そこにしか真実はない？どういうことだ。肝に銘じることにしよう。池田さん、白長須島の悪魔は、アウロラはその顔を歪め苦悶の表情を浮かべる。おい、大丈夫か。アウロラ、しっかりしろ。管理されてる。私は無力なのね。アウロラは取っていた俺の手を離し、さっとその身を引く。悲しげな表情を浮かべた後、アウロラは自分の部屋の中へと戻っていった。アウロラが扉を閉めたのと同時に廊下の明かりが戻る。何だったんだ今のは。ひどく現実離れした状況にも思えたが、アウロラは一体なぜあんなに怯えていたんだ。混乱しているのか、話の内容はかなり支離滅裂だったように感じたが、まあ普通の少女がこんな状況に陥ればああなるのも無理はないのかもしれんが、アウロラはひょっとすると何か重要なことに心当たりでもあるんだろうか。まあ多分そうよね。いろいろ最初ね、部屋に遊びに来た時とかもいろんなことをこう忘れてる感じだったしね。明日またアウロラが落ち着いた後に話を聞いてみた方がいいかもしれない。しかし、あの言いかけていた言葉、白長須島の悪魔か。一体何だってんだ、そいつは。くそ。とりあえず一旦部屋に戻ろう。少し考えを整理する必要がありそうだ。今日はおかしなことばかりだな。気が抜けない旅になるとは思っていたが、まさかここまでとは。裏切り者の示唆、トマスの殺害、レイモンド卿の失踪、謎の襲撃犯、
一体ここには何が隠されてる。アウロラの様子も気になるな。白流す島の悪魔か。まさかそんなものが実際にいるとでも。何が起きている。いや、何が起ころうとしている。また電話か。どうにもこの音は嫌な感じがするな。もしもし、誰だ。僕に決まっているだろう。なんで電話に出ないんだ。部屋から外にいるときに電話してたのかな。出たよすぐ。48回もかけ直してるのに。多いわ。なんだ、ねねこか。アホか。いくら電話をかけ直されても部屋にいなかったんだから取りようがないだろう。大丈夫だったのか。怪我とかなかったのか。誰かに襲われなかったのか。僕は襲われる可能性 89% と踏んでいたのだが、うち死亡確率 31%。 そりゃなかなかいいところついてたもんだな。ま、ねねこを怖がらせるのもなんだし、襲われたことは秘密にしておくか。いや、特に大したことはなかったな。ジェイコブと会って話をしたが、重要な情報だったかと言われれば微妙なところだ。なんか嘘ついた時の声の調子と似ている気がする。本当は誰かに襲われたんじゃないのか。そいつは気のせいだろ。なんだ、一応心配してくれていたのか。バカを言うな。池田が死ぬことなど全く全然一向に構わないが、死んだ場合僕が困る。困るんじゃん。確実に孤独死してしまう。困るんじゃん。どうせ死ぬのなら僕が自宅に戻った後にしてくれ。こいつは単なる照れ隠しなのか、それとも本気でおちょくっているのか。まあ、ともかくそっちも何も問題がなかったようでよかった。案外ねねこの方で何か問題が発生するかと。何？おい、なんだ。ねねこ、どうした。何かあったのか。おい、窓だと。窓の外に何かいたのか。だが外はこの強風と断崖絶壁だぞ。何かがいるとは思えないが。え、今窓に何かが。いや、気のせいか。どうやら俺がねねこの部屋に向かうまでもなかったようだ。待ってろ、今開ける。窓に化け物が僕を見ていた。なあ、少し落ち着けよ。本当にそんなものを見たのか。何かの見間違いじゃないのか。僕が見間違いなどするものか。体長2メートル弱、細身の体、長い手足の先に鋭い4本指、なめった肌、壁に張り付いたあの姿はまさしく半魚人だった。
ネネコは全身を震わせ、本気で怖がっている様子だ。確かにネネコの記憶力は折り紙付きだ。何かを見間違えるという可能性は低いのかもしれない。だが、そんな化け物が本当にこの島に。まさか、そいつが白長須島の悪魔なんだろうか。ありえる。あの化け物が悪魔。白長須島の悪魔。白長須島の悪魔が銃を撃ってきたってこと？いや、しかし、そんなバカな話が。池田、怖いか？怖いよな、その化け物は。僕はそういうのは全然平気なのだが、池田は怖いよな。いや、全然。化け物だろうが何だろうが、出てきたなら倒せばいいだけだろ。ああいう化け物は倒せないって相場が決まってるの。どういう相場だよ。さては無理をしているな、池田。恐怖で顔が青ざめているぞ。心が恐怖にとらわれ、今にも卒倒しそうなんだろう。大丈夫だ。恐れることはない。懇願次第では特別に僕がこの部屋で一緒に寝てやらんこともない。そうすればさすがにチキンの池田も安心するだろう。どうだ、嬉しかろう、チキン池田。いや、いらん。本当は怖いんだろう、池田。正直に言え。半泣きでネネコが叫ぶ。怖くて一人で眠れないのなら、素直にそう言えばいいもの。相変わらず凄まじいまでのひねくれっぷりだな。ああ、まあ、言われてみればそうかもしれんな。トマスが殺されたりと、いろいろあったしな。少しだけ怖いかもしれん。初めから素直にそう言えばいいな。まったく。池田は本当に臆病者だな。呆れて物も言えないぞ。このクソ腰抜けヘボ探偵が。恥を知れ、クズ。めちゃくちゃ言うじゃん、さっきから。なんでやねん。許さんぞ、泣くぞ。ちょっと待て、本当にこれはシャレにならないから。助けて、漏らすぞ。開けろ、バカ。部屋の外に押し出すなんて、殺す気か。立場をわきまえような。はい、やれやれ。どうやら今夜はこのやかましいやつと一緒に過ごすことになりそうだ。
一つだけ言っておくことがある。寝る場所は当然僕がベッドで池田がソファーな。ああ、それは別に構わんが、少々気になることなのだが、仮に奴が生物学的に見て女という存在である可能性があるとしたら、男の前でこんな格好をしているのは問題ないのか。この格好は寝巻きというより下着姿に近いようにも見えるのだが、俺が男として見られていないということなのか、それともこいつに常識が欠落しているのか。まあ後者の方が可能性が高そうだが、まあ別にどうでもいいか。聞いているのか、ね、寝る場所はそれでいいな。だから構わんと言っただろ。むしろ歓迎したいくらいだ。妙に聞き分けがいいというか、なんか気になる言い方だな。知らないのか、侵入者が真っ先に襲うのはベッドの上だ。そこが一番危険性が高い。だから危険度が高い状況の時はベッドに寝ているように偽装してソファーの裏か何かで寝るのがセオリーなんだよ。というわけで、お前が襲われた時には思いっきり叫び声を上げろよ。俺はお前が殺されているうちに何とかして侵入者を倒すから安心してくれ。ま、ドアの前を塞ぐ形でスーツケースを置いたし、それで数秒は稼げるだろうから問題ないかもしれんがな。まあ好きな方を選んでくれ。俺はどちらかというとソファーの裏がいいな。池田、お前、性格が悪いと言われないか。この悪魔め。お褒めいただき恐縮だ。さて、褒められたところで今の状況を整理しておきたい。細かな点もきっと何かのヒントになるはずだ。さあ、ねねこ、助手としての力量を見せてもらおうか。気が乗らないな。まあ上からね、またね、順々にトマスの殺害状況について。トマスの殺害状況についてなんだが、トマスは間違いなく焼死していたが、あたりには火の気らしいものはなかった。それが妙だ。何か気づいた点はあるか。嫌なことを思い出させるな。でも今思い出してみても、あそこに火の気のようなものはなかったようだけど。ああ、そういえば。なんだ、何か気になったことでもあるのか。これは変な話なんだけど。うん。僕が倒れ込んだあの橋の通路の石畳、うん、なんか妙に暖かかった気がする。石畳が暖かかった？日差しが差していたからじゃないのか。日差し程度ではあそこまで暖かくならないと思う。というより、あの寒さと風だと氷みたいに冷たくないとおかしい。となると、ひょっとすると何かそこにトマス焼死の原因になった火の気があったのかもしれないな。その日にトマスは焼かれた。例えば誰かに火をぶちまけられたとか。あそこまでの火傷を負うにはかなりの火の勢い、可燃物が必要だと思う。それかすごく長い時間炙られたとか。でもトマスが姿を消していたのは約23分間だし、
それはないか。うん、時間をかけて焼死したという可能性は低そうだな。何者かに可燃物を吹きかけられて焼死させられたか、あるいは別の方法、何らかのトリックを使って燃やされたか。だとしてもこれは奇妙すぎるな。これじゃまるで人体自然発火現象だ。人体自然発火現象は、火種が人の死亡を燃料とするろうそく効果によって延々と燃え続けた結果という可能性が示唆されている。今回の件とはちょっと状況が違うんじゃないか。そうなると謎はますます深まるな。暖かくなった石畳と通路で焼死したトマスか。そういえばトマスが死ぬ間際言い残した言葉が気になっているんだが、確かんげるリードマン、そんな言葉だったと思うが。んげるリードマン、ひょっとしてこれは犯人に関するヒントなんだろうか。だがリードマンなんて名前の人間はいないよな。ねねこ、他に思い当たることはあるか。それは多分だけど、こう言いたかったんだと思うぞ。リンゲル液を用意、壊死した組織をデブリードマンしてくれ。ん？なんだそりゃ。やけどした時には大量の体液が失われるから、それを補うための点滴剤がリンゲル液、壊死した組織を切除する外科的方法がデブリードマン。どちらも大やけどした時に行われる基本的な外科的処理方法。めちゃくちゃ詳しいこと知ってな。なるほど、確かにその話を聞くとトマスの言葉はそれだった可能性が高そうだが、だが妙に専門的な用語だな。普通一般人がそんな言葉を使うか。いや待てよ、会場にいた時トマスは学会でニューヨークに来たことがあるという話をしていたな。ひょっとするとトマスは一緒だったのかも。その可能性高そう。確かになんか医者っぽい見た目してたし。つまりトマスは死の最後の瞬間まで医者として行動しようとしていたってわけか。まあどの道こんな島だとそんな処置できなかったとは思うけど。確かにな。いや待て、逆に考えるとどうだ。実はこの島にはそういった外科的処置をできる施設が備わっている。トマスはそれを知っていた。この屋敷の中にそんなもの見当たらなかったけど。どこかに医療施設が隠されているのかもしれん。これはまだ推測の域を出ない話だがな。うん、まだいけるか。トマスの素性が明らかになったとしても、殺害方法は依然として謎なままだな。ジェイコブはトマスを殺したのは透明な殺意だと語っていた。殺害方法自体にも覚えがあるそうだが、なぜかその具体的な方法は喋りたくない様子だった。それなら、トマスは普通に殺されたってわけじゃないってこと？本当にそんな方法あるのか？透明な殺意？透明か。ジェイコブが話したがらない理由、そしてあの火傷の状態。それらが全て
一つにつながる回答、それらがすべて一つにつながる回答。それだけだと全然わけわからないな。他の人の話も聞かないと。うん、現状トマス殺害に関して分かったのはこれだけのようだな。島の秘密について、シロナガス島の秘密とやらは気配はすれども、その実態は未だにつかめないな。まあ当然の話だが、俺たちが普通に目にすることができる場所には秘密を匂わせるものはないようだ。ただあの鉄の扉は気になるな。あのめんどくさいハンドル式の扉か。まあ確かにおかしいな。一流ホテル並みと標榜してるくせに、あの構造は雑すぎる。妙な扉と断崖絶壁に建てられた客室棟。これは俺の推測なんだが、ここはもしかして昔牢獄のような使われ方をしていた施設なんじゃないだろうか。牢獄？そう考えると、あの厳重で手間のかかる鉄の扉も説明がつく。思い返せばあの扉の横には覗き窓があったよな。あれも牢獄との接続通路を監視するためのものだった可能性がある。そんなバカな考えすぎと言いたいところだけど、今日の異常な状況を体験した後だとそんな気もしてきた。だとすると、ここには一体誰を閉じ込めてたんだ？そこがまだわからんところだな。単なる犯罪者を閉じ込めるにはどうも大行すぎる。こんな絶海の孤島で秘密裏に人を閉じ込めておくとなると、相当に後ろぐらい何か人体実験とか人身売買とか。案外そいつはいいところついてるのかもな。隔離区画と書かれた例のカード、実はトマスも似たようなものを持っていたようだ。以前見たことのあるカードとは色が違うな。それと区画のレベルも違う。どこで使うものなんだろう。そういえば確かレイモンド卿の部屋にはカードキーの読み取り装置がついていたが、ひょっとしてこのカードであの扉を開くことができるんだろうか。そことは別に、隠し部屋みたいなものがあるんじゃないの？かもしれん。だが本館の方を軽く見回ってみたが、それらしい区画はなかった気がする。 2,3 階部分も普通のフロアのようだったしな。そんなに細かくブロックが区分けされてるくらいなんだから、相当大きな面積が入りそう。秘密の地下空間でもあるんじゃないか。秘密の地下か。ありえん話ではないな。そういえばジェイコブが屋敷の人間の数が少ないと言っていたが、もしかしてその連中はそこにいるんだろうか。屋敷の人間が少ない。なんかそれ嫌な感じだな。レイモンド卿も未だに姿を現さないし、確かに不気味な感じだ。部屋の方にもいないようだったし、レイモンド卿はどこに行ったんだろうか。ちなみにそのレイモンド卿の扉のカードリーダーって、読み取り方式はどなただった？リーダーの読み取り方式？確か普通の磁気ストライプ方式だったと思うが。
磁気ストライプ？それなら、もしかすると開けれるかも。なるほど、お前の得意分野の登場ってわけか。まあ、危なくない範囲なら協力してやらんでもない。すぐ図に乗るじゃん。どうやらこの屋敷の秘密を探るにはレイモンド教の部屋へ忍び込む必要がありそうだな。でもそれって相当に危ない気がする。今までの話が全部本当だったのなら、調べようとすると屋敷の人間からも襲われたりするかも。まあそうなるだろうな。正直言って割に合わんことだ。とにかくまずはトマス殺しの犯人を見つけ出すことの方が先決だろう。ああそうだ、このトマスのカード、何かわかるようなら解析してみてくれないか。別にいいけど、僕のパーソナルワンワンを部屋に置いてきちゃったからな。何？ワンワンを？パソコン？まあまた部屋に戻った時にでもやってみる。パーソナルワンワン？なんだそりゃ。僕の相棒 PC の名前。やっぱりね、パソコンね。パーソナルワンワンを。パーソナルワンワンを。なるほど。まあ分かったから、このカードの解析はそのワンワンで何とかしてくれ。ネネコは一応トマスのカードを受け取ったが、その直後、その身をびっくりと跳ね上げた。ちょっと待て。そういえばこれ、少子体の胸元に入ってたカードだろ。触りたくない。返せ。今さらそんなわがまま通るか。我慢しろ。まあ磁気ストライプは死んでるとして、チップだけでも生きてれば解析して暗号突破すればクローン作れるかもだけど、嫌だな。とにかく頼んだぞ。そのうち必要になる時が来るかもしれないからな。全焼する。白長須島の悪魔について。白長須島の悪魔か。ネネコは見たと言ったが、実際にそんな奴がいるんだろうか。見たもんは見たんだからしょうがないだろう。この島、なんかすごい嫌な感じがする。実は未知の幽まで溢れてるんじゃないだろうな。だが現実的に考えると、このアリューシャの厳しい気候で生きられる生物はかなり限定されそうだが、陸に上がってくるのがアシカくらいのこの島で獅子を持つ半魚人ね、どうにも想像できないな。この屋敷の中で飼っているのかもしれないぞ、その化け物を。そういえば、レイモンド教が白長須島の悪魔を好んでいるって話を聞いたな。何かそれにも意味があるんだろうか。やっぱり飼ってるんだってば。なぜかトマスは白長須島の悪魔に怯えていたんだよな。あれは何だったんだろうか。ジェイコブの方は単なるオカルトと決めつけ、平然としていた様子だったが。そりゃ、白長須島の悪魔の正体をトマスが知ってたからじゃないのか。やっぱり、この島には隠された化け物がいるんだよ。
隠された化け物ね。だが仮にそれが全部本当だとして、ネネコの目撃が正しいのなら完全な野放し状態じゃないか。いつそいつが襲ってきてもおかしくないことになる。わからんぞ。実はとても友好的な化け物かもしれないし。さっき見たそれは友好的な化け物に見えたのか？いや、全然。皆殺しにしそうな雰囲気だった。思い出したらまた怖くなってきた。白長須島の悪魔に関してだが。だからその話はもういいって言ってるだろ。嫌がらせか。泣くぞ。まあこんなところか。まあそんなに怖がるなよ。そういえばアウロラも気になることを言っていたな。あれは一体どういう意味だったんだろうか。あれはかなり妙な雰囲気だったな。白長須島の悪魔に関しても何かを知っている様子だった。やはりその悪魔は本当にこの屋敷の中にいるってことなんだろうか。妙なこと言ってるのは池田の方だろ。何意味のわからないこと言ってるんだ。みんなにはアウロラが見えていないからこんな感じのことを言うのかな。なんかアレックスってね、男の子と一緒に出てきてる時もなんかこう認識してない感じに僕は思えたんだけどね。なんとなくだけど。もうその手の話はなし。はい、もう終わり。なんとなくね、こうやってアウロラって名前を出してるにもかかわらずそこに触れてこないでしょ。前過去どうだったかな。なんかそんな感じがするんだよね。誰が敵で誰が味方か、できればそんな化け物が敵にならないことを願いたいところだな。まだその話続けるのか。さては怖い話をして僕をトイレに行けなくする作戦だな。その手には乗らんぞ。僕はもう寝る。まあもう夜も更けたしな。そうだな、寝ることにするか。で、どっちで寝るんだ？ソファか？ベッドか？どっちで寝るかだと？そんなもの言うまでもないことだろ。バカバカしい。もちろん僕は快適な方で寝させてもらう。そう言うとネネコはベッドのシーツ類を剥ぎ取り、いそいそとソファーの裏へと運び始めた。お前にとってはそっちのが快適なのか？そうだよ。僕は狭いところが落ち着くの。快適すぎる。そいつはよかったな。じゃ、電気を消すぞ。だって買ったところで寝ることに。ネネコの泣き言が聞こえてきた気がしたが、とりあえず俺はベッドの上で眠りにつくことにした。本当に今日はいろんなことがあったな。明日は平穏な一日になるといいのだが。まあ無理か。
っくりしたね。はい。というわけでね、白長須島の、白長須島への帰還、パート4は、これで終わりたいと思います。おそらく、こう、キリがいいところだと思うので。というわけでね、また、次回、パート5で、お会いしましょう。それでは、ここまでのお相手は、ネグでした。また会いに来てね。おつべーだー。またね。バイバイー。